スリランカ人とお話しさんこう、スリランカ人した。40歳、38歳か。面白い。男の人？女の人？男だよ。男の人？へぇ。女の人いないもん、スリランカ。え、そうなんだ。スリランカって男しかいないの。そんなわけないだろ。カエル化現象って聞いたことありますか？はい。はい、あ、知ってんの？一応。もちろん。なんか最近流行ってるのはようわからんけど、もともとあった言葉は知ってる。もともとのカエル化現象は、好きな人を追いかけてて、で、その好きな人が振り向いたとき、スッ冷めちゃうっていうのが蛙化現象ね、元の。今流行ってる蛙化現象っていうのはちょっと意味がすごい広くなってきて、ただ男の人が何かしただけでスッと冷めちゃう。例えば有名なので言うと、フードコートで彼氏彼女でデートしに行った時に、彼氏が食べ物取りに行って帰ってくる時にその彼女を探してる瞬間とかがなんかうわって冷めちゃう。意味はわからない。意味はわからない。意味はわからない。意味はわからん。その、蛙化現象ね。どこからどこまでが蛙化現象なのって、ちょっと気になったんだよ。なんで今回はクイズにしてきました。おー、なるほど。はい。蛙化現象クイズというわけでございます。予想つかないでしょ。つかないね。全然知らないでしょ。でも、具体的な例とかは。だって俺、蛙化になったことないもん。男は、ならんさ。多分、いや、なるかもしんないけど、ほぼなんないよ。なるのはなんかすごいこじれた女の子。そんなこと言うやつは女じゃないです。まぁちょっとね、流行りに乗っかってというか、僕と、女の子ね、クイズにしてきたんで。おぉ、末広初の女の子出演です。女の子出演ですよ。クイズのルールとして、あ、はい、まず流れますよ。風景がね、はい、シチュエーションが流れます。で、最後に女の子のリアクションが映ります。その後、カエルになるかどうかをお答えしていただきます。まぁ、早速見ていきますか。別カエルです。カエルでいい？うん。カエル以外ないよ。なんかね。いこいつ。注文あんのじゃあなんか。いや、ゲストさん。ないな。うっせぇ。レッツ！カエル！ゲコゲコー。何これ？いや、わかんない。え、わかんないの？意味わかんないもん、買っちゃった。お稲荷さん。お稲荷さんだ。いや、多分お稲荷さんだけど、なんかね。お稲荷さんにネギ乗ってるよ、これ。この前、パルコで、ポップアップやってて、意味わかんないステッカーとか買ってきてる。これ200円。くさしね。さあ、準備ができましたということで、早速、流しますよ。これ、何問ぐらいあるかは。全部で、3問。3問。3問あります。はい。じゃあ、いきます。はい。よーい。ほい。じゃあ、まさか、プリ取ろうか。今日は。いいね。ね。取ろうか。取ろう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ね、落書きわかんない。どうしたらいいんだろう。わかんないよ。うん、わかんない。俺に任せて。え、マジで？うん。あ、そういうのできるんだ。俺やっとくから。あ、うん、お願いしたら。あ、デート楽しかった。あ、ハルトからプリクラ届いてる。ん？ここです。おーこの後です。この後か。爆漏れした彼氏3人するかしないか。女の子ヒゲ生えてたな。今回女の子はヒゲ生えてたんですよ、ね。女の子ゴリゴリのヒゲ生えてたな。え、もう二択でしょ。カエルだった場合はカエルを描いてください。久しぶりに見たな。久しぶりに撮ったわ。久しぶりに。なんかプリクラ値段上がったんでしょ。値段上がってた。500円になってた。500円ってやばいよ。100円高いじゃん。いやでもあるよね、たまになんか変に漏れる瞬間は。あるあるある。あー、なんか漏れなかったりする時もあるし、漏れすぎて逆に。そう、誰だこれみたいになっちゃうんで、もうその誰だこれ状態よ。OK。揃えましたということで、じゃあ、たすきから回答お願いします。爆漏れしすぎて、肝が合いすぎたな。爆漏れしすぎて、いつもと違う顔になっちゃった彼氏を見て、会えるかはしません。お、しない。普通にしません。じゃあ、しませんということで。取らんもん、そうなったら。あー、確かにそもそもね。そもそも取らん。そんなんで嫌いになる程度だったら、プリクラを嫌いなはずだもん、そしたら。そうだね。もう加工をバチバチしに行ってるからね。そう。プリクラ食べてもらった。じゃあ、ケント君、回答お願いします。僕は、カエル化します。うわ、する。そして絵がキモい。こことここにあるやつ何これ。何どれさ。いや、わかるだろ、ここと。お尻じゃん。何これ。これ耳。あ、耳？うん。上のやつは？上は、耳。
もう意味がわからない。で、ケンタはなんでカエル化すると思った？俺も、タツキと同じで、最初、プリクラ撮るって決めてんだから、それはそうなるでしょって思ってたんだけど、あまりにも爆漏れしてる場合、それを女の子が見て、一瞬、現実逃避。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 現実逃避が、カエル化につながると思うさ。現実逃避？何からの逃避？こんなかっこいい彼氏、他の人に見られたくないとかさ。他の人に見られたくないイコールあるじゃない、彼氏かっこいいって思ってるんですよね。それをカエル化しちゃうんじゃない？かっこいいと思った上よ。もう上、上？そう。漏れすぎて、かっこよすぎて、ああ、もう無理って。なる。彼氏に対して？カエル化。意味がわからない。それ、カエル化を理解してないけどね、それ。ちょっと意味はわからないけど、カエル化するということで。はい、うわぁ、これ世の女子びっくりしてるな、今のケントの理論。偏見入ってる、もしかして。いや、違う。そもそもお前の、なんか頭の中がわからない。消してる。消してるし。いや、笑ってんじゃねえよ、お前。なんで消してんだよ。なんで？だってまだ答え合わせしてないんだよ。あ、そうじゃん。何回やんの？何回やんの？本当に。もう。もういいよ、同じの書いてないから、お前。じゃあ、回転に移りますよ。いや、ひどいな、今のケントのムーブ。俺の2本返してよ。これだろ。俺だね。ふざけんな。バカ。はい、じゃあ、行きますよ。じゃあ、まさか、プリ取ろっか。今日は。いいね。ね。取ろっか。取ろう、取ろう、取ろう。はい、やっぱ、こういうふうに、これね。ここで、もう、いいわ。ラスト !1!落書きわかんない、どうしたらいいの？わかんない。プリとの距離感は、うん、めちゃくちゃなんか付き合ってたな。俺やっとくから。あ、うん、お願いしたら。口調が決めんな。ちょっと女の子っぽいんだよ。で、家に着いて。ハルトからプリクラ届いてる。うん、ここですね。来るか。お、どうだ。うん、カエルになったということで、正解は、カエル感起きちゃうということで。よっしゃー、ケント君、ポイントゲット。やったぜ !1 ポイント。うわぁ、カエルになったカエルになっちゃいました。するのこれで。これ、するんだよね。加工強すぎる彼氏をちょっと引いちゃうらしいね、女の子。飛んだじゃん。本当にね、理由とかはないんだよ。カエル化に。もう本当に感性の問題だから。よくわかったね。いやー。よくわかったって言っていいのかわかんないけど、ちょっと。実質合ってないだろ。実質合ってない。これでカエル化起こる女子は、付き合う資格なくない？あはなる大地。じゃあ、2本目、見ていきますよ。いきますよ。はい。せーの、ポイ！じゃあ、ご注文お選びください。ありがとうございます。カフェですね。レストランですね。まさこ何する？選べないなぁ。名前はまさこと決めてよ。どうしよっかなぁ。じゃあ、このトロトロ卵パスタ一つお願いします。ここです！は？何？ここです。トロトロ卵パスタ。そうですね。トロトロ卵パスタを注文した男に引くのか引かないのか。ああ、そういうこと？そういうことです。なるほどね。なるほどね。女の子はパスタ大好きでしょ？とりあえずパスタ食ってるもん、ね。うん、とりあえず。でもあれってさ、パスタの味が好きなんじゃなくて、パスタ食ってる自分が好きなんじゃないの？それは知らんよ。それはケント知らん。俺かばえないからね、それは。うわでも鼻くそなすりつける男子はカエル化起きますね、多分。カエル化っていうより、あれだね。きしょいね。さきくんは、女子にカエル化されたことありますか？何で即答できないの？いや、あんのかなと思って。だって、わかんなくない？そんなの。わかんない、確かにね。カエル化される側っつうのは、なんか、ひっそりとされてる気するわ。そういう意味ではされてたかもしれない。うん、でも、知ったこっちゃなくない？知ったこっちゃないね。勝手にしろって思うよ、ね。本当に。俺は俺じゃいって思う。世の男子はカエル化女子に怯えるんではなく、俺は俺じゃいっていいと思う。カエル化するやつはもうさせておいで、抵抗いていいし、ゲップしていいし、なくそもほじっていい。そのそいつに媚びる必要が全くないよねって話。話し。出てきました。はい。じゃあ回答出揃いましたということで、はい、今回は、たすきくんから。今回はもうじゃん。トロトロふわふわ卵パスタあったっけ、そんなやろ。トロトロ。
ダメだこれ。言っとくけど、毎回ピーしてお前に加工してるからね。あ、俺なんだ。毎回お前だからね。大体そういうことよ。うわ、うわ、やめろや、お前。マジで。うざ。俺じゃねえわ。うぜえ。うわ、カエルかな、これ。カエルか、詰め合わせでとか言えば。いや、マジ今、詰め合わせ。上広なんて全部そうです。カエルか詰め合わせセットじゃん、お前。うわ、注文して。うわ。回答、はい、変な商品名のやつを注文して買えるかします。おお、いや確かにね、その頼み空っていうさあるじゃん、なんかケーキ屋さん行って何この名前みたいな、すごいわかるんだよね。ちょっと恥ずかしいなって思う時はあるから、恥ずかしいことしてんじゃんって思っちゃう人もいんのかなって、それが人やってたら悪い意味のギャップ感じてるかもしれない、うん、じゃあ僕ね、僕は買えるかします。うわ、こいつまたしてるわ。まぁ、ちょっと似てるけど、助けに。ふわふわトロトロ卵ってさ、ちょっと可愛らしいじゃん。男らしさを感じなくなって、カエル化になってしまう。俺は逆だと思ってる。そこのギャップがいいじゃんって俺は思う。それをいいと捉えるかどうかの話だもんね。うん、カエル化女子は、これをいい意味のギャップとして捉えるのかどうか、見ていきましょう。では、ご注文お選びください。ありがとうございます。いろいろあるなぁ。まさこ何する？選べないなー。ちゃんと決めてよ。どうしよっかなー。じゃあこのトロトロ卵パスタ一つお願いします。トロトロ卵パスタね。うわ。渋い顔だ。うわうわうわ。またなったー。はい、ということで、カエル化します。うわー、これね、一番多かった。これ王道カエル化。王道なの？王道カエル化、本当に一番の、多分。あの、ムクエナで見ました。食べてよ。知らないね、やっぱり。知らないね。時代じゃないね。時代じゃないね。え、これってさ、トロトロ卵だけってわけじゃないでしょ？だけってわけじゃない。何々たっぷりの何々とか、シェフのおすすめとかもダメらしい。じゃあこれ一つしか言えなくなるじゃん。いやだから、もう言わないんじゃない？言わないってどういうこと？これください。ああ、それケーキ屋の人めっちゃうざいんだよ、それ。あ、そうなんだ。ショーケースでこれくださいって言っても何も見えないからね。確かに、ね。ちゃんと商品名は言った方がいいです。しかもこれ人に、V に出てきた女言わせてから嫌いになった。これはね、俺の、あ、ちょっと悪意、困るよ、ちょっと。今回は、二人ともポイントゲットということで。よっしゃ。ゲコったか。ゲコったってよくない？なんか。入れそうじゃない？なんか。カエル化したわーっていう意味でさ。なるほどね。ゲコったわ、今ーっていう。よくない？あはなるたい。次が最終問題でございます、はい、ポイント少なかった方、あのカエル化女子の動画を見て感想を言うっていうサブチャン撮ってください。おお。最終問題の得点はまさきさん何点ですか？俺勝ち目ないからね。じゃあ 2.4 ポイントで。うわうわカエル化だ。ゲコった今。ゲコった今。頼んでおいてね。カエル化女子の特徴だな。じゃあ皆さん準備いいですか？最終問題、はい、流しますよ。流しますパワーランド、せーの、ピッ。ちょっと正常だ。よし。あ、正常ね、じゃねえか。いいとこ見せるぞ。ハルト、頑張って。おっぱいでかっ。それでは始めまーす。見てて、よーい、ドン。スタート。あ、もうダメだ。杉山、50回。まあまあ、行った方かな。ここです。うわー、また、またあの目をしていた。あの目から輝き分けるのか、果たして。シャトルラン50回男子、カエル化するかしないか。50回は男子からしたら、ゲーぐらいだね。部活やってない人ぐらいだな。うん。ちなみに彼氏です、今の。はいはいはい。彼氏がシャトルラン50回。いやー、辛そうだったぜ。俺今何してるか分かる？これ。画面。おー、よく分かってたよ。暗いもん。画面を明るくしてる。お前なんかね、服、黒いとね、そっち暗くなるんだよね。やば。いやー、やばい。いや、やめろや、ほんとに、マジで。何回目、何回目あなた。うざ、マジで。ゲコりすぎで、ゲコ臭。ゲコ臭え、こいつ。うぜえ、マジで。ふざけんなよ、朝からよ。人前でへこくなよ、普通に。お前らだけは言うな。カエル化女子。つゆちゃん。あれはカエル女子。帰宅部女子。そう、カエル化、カエル化女子。珍しくゲントなんか、まさきみたいなボケ方してる。やるな。まさきにやるなって言いまして。カエル化女子。あ、確かに。めっちゃまさきっぽくなかった。すごい。うざって思ったもん。でも俺周
りで買えるか聞かないわ。子供たちじゃないの、それ流行ってんの。じゃあ、ティーネージャー。ジャリ。ジャリ？ジャリ。ジャリ、ジャリたち。ジャリがあるじゃない。ジャリボーイ。ジャリがある、ジャリボーイで入ってる。だって精神が成熟したらそんなことなくね。大人になったら買えるか減るよっていうのを言ってた。そりゃそうだよ。いい年こいて買えるしてるやつは恥ずかしいと思った方がいい。確かにね。もう真っ向からディスですよ、これは。マジで。まず人付き合いから始まる。いや、本当だよね。恋愛とかしないもん。じゃあ、ました。はい、できましたということで。じゃあ、今回は、たつきくんから回答をお願いします。一回も俺から言ってないけど。絶対軽く書いてやったよ。だって、長いもん。わからないよ。50回で終わる男の子を見ると、カエルになります。あ、The Frog? Frog って書いてるわ。アルファベット縦読みはむずいね。求めちゃうんじゃない ?JK だろ、これどうせ。まあ、シャトルランったらそうだね。JK、JC だね。高校生にもなると100超える人いっぱいいるべ。なんか自分の彼氏だけ50で終わるのは、うわって思っちゃうんじゃない、うん、支配男子は結局ね、魅力あるからね。じゃあ、長健3番。僕は、カエルか、します。おうわ、負けたじゃん、俺じゃん。変なもんじゃん。書いたかぶったから。たつきは、カエル確定。はい。うわぁ、何この、ぬるっと。回答を見る前に。僕は、もう本当にたつきと同じで、足速いやつ、結局モテるんですよ。それで、自分の彼氏だけ足が速くないっていう事実が、カエルかなるのはもちろんですけど、あとね、なんだっけな。いや、いいよ。うん。そんぐらいだもん。もうそんぐらいだもんね。うん、本当に。本当にそんぐらい。さあ、果たして、まさこちゃん、50回彼氏、カエル化するのか知らないか。まさこ。まさこ。まさこは北条だけにしとけ。絶対に。絶対にね。いきますよ。せーの、ぴょん。今日はシャトルラン。よし、まさこにいいとこ見せるぞ。ハルト、頑張ってー。それでは始めまーす。見てて、よーい、と。あ、もうダメだ。杉山、50回。まあまあ行ってこうかな。お、この顔。うわ、うわ、まただ。まただ。うわー、髪切れ。はい、ペイ。何で最後。ということで、最終問題、まさこちゃん、変えるか。よし、全部するやん。全部します。そう、タスク君、よく気づきました。カエル化っつうのはね、カエル化しないっていう現象が存在しない。多分ね、万物にカエル化女子はカエル化する。うわぁ。それもケースバイケースで。もう本当に一番ハード低いので言うと、息してるとこ見ただけでカエル化するっていうのもある。それ人間が嫌いじゃん、それは。そう。喋ってる口の形とか、すれ違っただけとかもある。いや、本当に、無理です。カエル化しないというクイズは作れません。ということで、どっちもポイントゲットということで、見事勝利。はい。じゃあね、カエル化女子、勉強してもらって感想を言ってもらうっていう動画です。感想ね。感想ね。愚痴じゃない。ぐいや、まあ、まあまあまあ感想ね。言えばいいんだよ。抗議な意味での感想ね。どうせサブちゃんだし。いやー、どうでした、今回カエル化女子。これ本当に存在するの。マジです。ええー。ただ彼女たちが総じて言ってんのは、もう男子は悪くない。私たちがカエル化してしまうだけなんだ。でもそもそも俺らの動画見てる人はさ、そもそもカエルになってんじゃない。だからもう俺らの動画ここまで見てる人はもう訓練されてるから。そもそも。ということでした。はい。カエル化クイズやりましたけど、我々が気にすることはないですね。うん。っていうことです。これからもたくさん視聴者をカエルにしてみましょう。我々で。カエル化 YouTuber で。OK。いきますから。はい。新しく。いいよ、セラフ。よっしゃ、バイバイ。